西尾正治西尾正治は日本の武道家、合気道家、合気道創始者、上島森平の実機弟子、合気開始班として国内外で幅広く指導した。居合道、柔道、空手道、浄道など他の武道も収めており、それらの要素を技や稽古法に取り入れ独自の境地を開いた。西尾スタイルとも呼ばれる独特の技術は、 海藻が残した技を正しく伝えていないと批判されることもあったが、当て身を多用する技や、当ての呼吸をもとにした作り崩しから投げ抑えに至る多彩な技法は、武術性に富んだ実践性の高い合気道として、国内は元より海外ではなお一層高い評価を受けることになった。これにより、日本国内各地及びヨーロッパ各国やアメリカ、メキシコなどの道場で、 長年指導に当たった。また、現在の愛機会が規定している商談審査規定は、西尾が行動官の審査規定を参考にして、新たに愛機同様に創作したものがベースになっている。月刊秘伝編集部編、海藻の横顔マイナス14人の時期弟子が語る愛機同創始者、上柴森平の言葉と、姿、バブジャパン、2009年。 ISBN 48億6220万431766ページ。ありがとうございます。